いたします。皆さんこんにちは。こちら会場の隣にあります芳賀町から来ました、芳賀丸くんです。はい、なぜ舌だけ張ってこなかった。いや、なんですけど取れちゃった。すいません。芳賀丸くんはですね、芳賀町の特産品である梨、頭は梨の頭巾をかぶっています。そして農家さんもいちごおいしいと思うんですけど、芳賀町もいちごがとってもおいしいのでいちごもつけております。もうこのいちごは最初からつけたんですね。そうですね、はい。そしてちょっと芳賀丸くん左側ちっちゃいの見えますかね、鳥がついてるんですけど。鳥がついてます。はい、見えますか。町の鳥ひばりです。芳賀丸くん内房ひばりんと言います。はい、芳賀丸くんちょっとぐるっと後ろ回ってください。はい、これ見えますかね、ちょっと稲穂の。あ、これで、はい、はいはいはい。芳賀町お米も美味しいので、はい、稲穂の刀をかけております。こんな感じで芳賀丸くんは忍者に憧れる男の子になってまして、まあ、日々鍛えてますので、なんかこの後イチゴのボールを投げるイベントがあるらしいんですけど、結構肩強いと思うんで投げられるんじゃないかなと。ちょっと一回投げた感じやってもらっていいですか。せーの。そんな止まれなくおそらく飛ぶと思うんで鍛え、肩鍛えてる、はい、鍛えしておいてください。はい、そして芳賀町では、来月4月1日から桜祭りが行われます。芳賀町の樫の森公園で行われます。公園はもちろん周辺の、桜並木もとっても綺麗ですので、ぜひお越しいただければと思います。午後5時からはライトアップも行われまして、4月6日土曜日にはうまいもの横丁ということで美味しいものたくさん集まったり、あとは本田さんがあるんですけど、はいはい、本田さんのテストコースの見学なんかもできますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。なかなか普段は入れない場所ですよね。普段は絶対入れない場所なので、はい、研究所の中、はい、はい、入れる。テストコースですね。あ、テストコースの方が入れる企画をやっていると、はい、考えたらもうすぐそっから向こうも芳賀なんでしょ。そうです、すぐです。はい、本当のお隣、今日芳賀から来てる人もいます。芳賀町から来てる人こんだけいて、いで、はい、もうちょっと来てくれっていう感じね。はい、はい、ぜひ芳賀に遊びに来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。芳賀町、芳賀丸くん来てくれました。さあ、それでは、